どうも DKY チャンネルのゆうちです。今日は、商品紹介をしていきたいと思います。今日の商品紹介は、今日の商品紹介だというか初めてなんですけれども、タイトルにある通り、カークランドのミノキシ汁ということで説明していきたいと思います。そもそもミノキシ汁って皆さんご存知ですか？おそらくタイトルから飛んできてる人はもうめっちゃ知ってると思ってて気になってる人だと思うんですけど、ミノキシ汁っていうのは今育毛の薬で使用されている成分ですね。で、どういうものかっていうと、もともと血管の拡張作用があることから血圧を下げる薬として開発されたんですけれども、それが副作用として多毛、毛がたくさんになっちゃうっていうことで、育毛剤として転用されたっていうような背景がありますね。で、なんでこれを買おうかなっていうふうに思ったかっていうと、簡単に言ったら薄毛なんですよね。そんなにハゲてないじゃんっていうふうに言われることもあるんですけれども、簡単に言うと生え際の、M 字ハゲの、この部分ですね、ちょっと広がりを見せてるっていうことで、僕はおじいちゃんがハゲてるんですよね。今ちょっともういらしこの世にいらっしゃらないんですけど、それを覚醒遺伝を明らかに受けてて、簡単に言ったらおじいちゃんはなんかブルース・ウィリスみたいなそんな髪型してましたね。で、薄毛っていうのも若いうちからもう対策をはじ始めておかないと、将来もう僕もブルース・ウィリス確定かなっていうふうに思うんで、今回そういうものを買ってみました。で、今回買ったのがカークランドミノキシ汁っていうもので、カークランドって、コストコとか、行く人とかは知ってると思うんですけれども、コストコのプライベートブランドなんですよね。それが出してる育毛剤っていうことで、今回買ったのが、輸入っていう形で、こんな形で入って来たんですけれども、ミノキシ汁っていう成分がなんかその1000倍になっちゃってるのか知らないですけど、このカークランド製のものっていうのは日本じゃ手に入らないんですよね。で、価格がどれぐらいするかっていうと、アメリカとかだったら普通に買えるんですよ。で、アメリカで買うと大体そのボトル1本500円ぐらいっていうふうに言われてますね。で、大して日本の育毛剤はって言われると、大体どうですかね、リアップとかそういうのいろいろあると思うんですけど、僕が見た何だっけな、スカルプ D のミノキってやつだと確か1万弱ぐらいしたんじゃないかなって思いますね。で、今回僕が買ったのが、大阪堂さんっていう輸入の代行業者さんから通販で買ったんですけれども、日本入り、600ml の日本入りが、いくらだったかな、3375円っていうことで、送料込みでその値段だったと思いますね、を買いました。で、ものがこれですね。で、商品紹介をしながらというものの、僕も一回も使ったことないんですよね、これがどういうものかっていうのなんで、その全国の薄毛の皆さん、この動画見てくださってる方と一緒に、頑張ってその育毛をしていければなと思います。早速書類切れちゃったな。説明の紙がこんな感じで入ってて、で、商品はこんな感じで、2本、その海外っぽい感じの雰囲気のやつで入ってますね。これを、いろんな人が書いてるんで、おそらく動画にたどり着いた人は知ってると思うんですけれども、付属のこのスポイトで取って、頭にこうやってポンポンってつけていくようになるみたいですね。この結構スポイトが結構ありがたいよって皆さん言ってらっしゃるんで、僕も同じようにこのスポイトを使ってやっていきたいと思います。だいたい効果が出始めるのがですね、どうですかね、3ヶ月から半年っていうふうに言われてるんで、だいたい1日1回その寝る前に塗って、だいたいこれが1ヶ月分っていうことなんですよね。
なんでまあこれがあの2本あるんで2ヶ月分ということですね。まあ、ただここでまあ注意したいところがあって、まああのまあ、輸入っていうことでなんかまあその関税かなんかよくわかんないですけど、なんかその輸入制限があるみたいなんですよね。なんであの、まあ、制限が具体的にどういう内容かっていうと、まあ、この1本、まあ、あのどこから買ってもこの1本があの1ヶ月として、その1ヶ月間あの購入から1ヶ月間はあの、まあ、これがあの買えないっていうことなんですよね。まあ、僕の場合だとこれ2本買っちゃったんで、まあ、2ヶ月間買えないっていうことで、まあ失敗せずに無駄遣いせずに、まあ、大事に使っていきたいなっていうふうに思いますね。まあ、まあ半年でいい感じに効果が出てくれればいいんですけれども、まあまあこんな感じで買ってみたんで、これからまあ早寝早起き歯磨きミノキというような感じで生活習慣に、まあ、このミノキシ汁を、組み込んでいきたいなっていうふうに思います。じゃあ全国の薄毛若ハゲの皆さん、一緒に頑張りましょう。また髪の毛が多くなってる報告ができればなっていうふうに思います。じゃあ